インディアンアームと言いまして川流れてきますけど、そこから遡ってあの上の方に行きますね。行っちゃうとね、大体ウスラの方向に行っちゃうんです。ウスラってずっと回ってぐるっと回っていくって感じですか。ここ回すといった方がウスラの近いですね。ね、まさにフィヨルドで、なんあのみんなね湖がこう並んでるんですけど、基本的に南北に走っていて、あのここが大体いろんな記録見てると 1000m 級の氷で包まれていて、それが溶けていった時にこう引っかくみたいにね、削り出しちゃった それがあの南北に湖が、だから水自体はかなり冷たいです。だから釣れるのは基本的にあのニジマスかマスだけです。ブラックバスというか暖かいマス、国境越えちょっと南みたいに出てきますけど、ビクトリアなんても出てきますけど、ちょっとこうなったら出てこないです。で水がかなり冷たい。だからあのスタンレーパークのあたりでも海水で水に夏に入って多分5秒ぐらいには出てきますね。冷たいから、あのしかしガンガン出れないんで、太陽は丘にいると上がっちゃうんだけども、で夏はあのまさにそうで、ちょっとね車で30分内陸に入ると気温が大体もう5度ぐらい。やっぱそんなもんですか。で NHK とかでよくやってるバンクーバーの天候気温っていうのは空港でね、かかったやつです。だから内陸にあるいはダウン